リング上で相手を蹴ったり殴ったりするプロレスラー、そんなプロレスラーに対し怖いし乱暴そうというイメージを持つ方も多いのではないでしょうか。プロレスラーって優しいんだなって最後にはなってしまう、心温まるエピソードに今回は迫ってみようと思います。バレットクラブというヒール集団に所属し、裏切り、反則攻撃、R18 な言葉攻めなどを得意技とする高橋裕次郎。そんな裕次郎はファンから握手をお願いされると、汗拭きますねと言い、汗を拭いてから握手する紳士。自身の T シャツを着ているファンを発見すると、来てくれてありがとうございますと丁寧なお礼をする一面もプロレスファンから暴露されています。そして一番の裕次郎エピソードは、2021年3月20日、宮城県ゼビオアリーナ仙台大会。試合中に震度5強の大きな地震が襲い、試合は一時中断となります。正規軍の棚橋、岡田、いぶしが不安になるファンに声をかけ、落ち着くまで写真撮影などの神対応を行ったとニュースにもなりました。しかしその地震発生時に一番最初に声を張り上げていたのが、対戦チームとして参戦していた裕次郎でした。誰よりも早く、大丈夫だよ、大丈夫だからね、落ち着いてと声かけしているのをプロレスファンは見逃しませんでした。突然の非常事態、ファンを大事にする心が脊髄反射的に出てしまったようです。日本初の本格ヒールレスラーであった上田馬之助、市内などの狂気攻撃に金髪というスタイルから金狼と呼ばれていましたが、数々のエピソードを残し引退しています。リング外では施設慰問などの活動を精力的に行っていた金狼、上田のおじちゃんが来たと子供から大人気でした。そのことを嗅ぎつけたマスコミから、このことを記事にしていいかと問われると、俺は悪役なんだからそういうのはやめてくれと口止め。夜に居酒屋で飲んでいた金狼、子供がサインを求めてきたのに対して、こんな夜遅くまで子供が出歩いちゃいかんとマジ説教しながらも、おもむろに書道セットを取り出し毛筆のサインを披露します。深夜に出待ちの中学生に隠し撮りをされる金狼、それに気づくとゆっくりと近づき、写真を撮りたいときはまず相手の人にお願いするんだぞと優しく諭します。さらに少年の自宅に、必ず息子さんをお返ししますと電話し、その場で書いたサインを持たせて家まで送り届けました。他にも若手外国人レスラーの面倒見が良かったりと、いい人エピソードがポンポン出てくる偉大なるヒールレスラーでした。 WWE 時代のクリス・ジェリコのエピソード、ちなみにこんな感じの見た目で、試合中も狂気を持ち大暴れするヒールです。試合後に乱入し内藤を血祭りにするなど、めっちゃ怖いです。 WWE 日本大会終了後のとあるステーキハウスにて、ステーキを頬張るジェリコの姿がありました。そこに居合わせたファンが勇気を持って話しかけると、食事中だったため日本語で後でと怒るジェリコ。しかし食事が済んだら自らファンの元へ行き、肩を組んで記念撮影。規格外のデカさとパワーを持つランスアーチャーというプロレスラー、攻撃もなかなかえぐめですが、こんなエピソードを残しています。グッズ売り場を犬の散歩をしている人が通りかかると、その犬がアーチャーの方に寄って行ってしまい、尻尾をフリフリ、アーチャーの見た目にビビり倒す飼い主。巨大な手を伸ばして、ワンちゃん大好きねと犬の頭を撫でながらニコニコアーチャー。ちなみにアーチャーは新日のアメリカ大会にて棚橋に敗れベルトを奪われましたが、マイクを握りゆっくり近づくと片言の日本語で棚橋へのリスペクトと日本での試合の思い出を伝えました。藤田和幸の新日本離脱が決まった際のエピソード、ほぼ同期のような間柄であった真壁と道場で遭遇する藤田、別れを惜しみつつお互い頑張っていこうと激励の言葉を送り合います。しかし真壁の耳に藤田の声ではないすすり泣きのような声が聞こえてきます。狂々としながら声の方に真壁が近づくと、二人の熱い話に感動し号泣している棚橋がそこにはいました。真田のインスタでたまに出てくる動物関連の投稿、普段はクールで発言も少ない真田ですが、動物好きな一面を見せるギャップが真田推しにはたまりません。ですがそんな動物たちとの投稿には、命をお金で買わないなどの生態販売に対しての疑問符を投げかけており、動物に対して深い愛情を持ち合わせている一面が見受けられます。イジリー岡田のモノマネレパートリーには三沢光晴があります。衣装として三沢が入場時に着るガウンを作りたかったイジリー、三沢本人にガウンを作っているお店を教えてもらい依頼しに行きます。お店に到着し事情を伝えると、すでに代金は全額支払われた後でした。道のくプロレス所属の新崎人生、居酒屋で飲んでいた人生が居合わせた男性と話していると、うちの嫁さんがあんたのファンなんだ、でも病気で入院中だから会わせられなくてとても残念という話
話になります。この話を聞くや否や居酒屋を後にし、そのまま男性と一緒にお見舞いに行ったというエピソードがあります。獣神サンダーライガーがプロレス名鑑で常に書いている好きな異性のタイプ地位、一見何のことかよくわかりませんが、これはライガーがお嫁さんを呼ぶ時の愛称で、ライガーは愛妻家で知られています。2019年に引退したレスラー飯塚隆、天山を裏切りケイオスへのヒールターンからのケイオスも裏切り鈴木軍へと加入。さらに野上アナウンサーとの構想では、野上アナのワイシャツを何十枚も破りました。そのワイシャツは全て飯塚の自腹だそうです。引退試合でも天山と一度握手し、ヒールの呪いが解けたかと思えば大逆転の噛みつきでヒールを突き通したレスラーです。そんな飯塚の必殺技はアイアンフィンガーフロムヘルという凶器、これが炸裂すると反則負けに飯塚はなってしまいます。ビブスのようなポーチに凶器を隠し、レフェリーにバレないように使います。実はこのポーチ、愛妻による手作りプレゼント。プロレスラーの中でもマスクマンというものは正体を知られてはいけない存在。その中で石澤時光は剣道家臣というマスクマンスタイルを持ち合わせており、ファンの中で石澤イコール家臣という方程式が暗黙の了解として成り立っている前提でのエピソードがあります。総合格闘技の試合で石澤がハイアングレイシーに勝利した後の新日本プロレス会場、剣道家臣を会場にて見かけたファンが、この前の総合の試合感動しました、リベンジおめでとうございますと声をかけます。しかし勝ったのは石澤、声をかけられたのは家臣なので俺に言われても知らん、石澤に言えと塩対応をする家臣。しかしきつい言い方をしてしまったことを後悔したのか、しばらくしたら家臣マスクを脱いだ状態の石澤が現れ、俺の試合見てくれたんだって家臣に聞いたよ、ありがとねとアメコミヒーローのような神対応を見せつけました。ということでプロレスラーたちの心温まるエピソードを紹介させていただきました。プロレスラーは優しくてかっこいいというイメージに変わった方が少しでもいらっしゃいましたら幸いでございます。この動画が面白かった方はチャンネル登録で応援のほどよろしくお願いします。ここでは出なかったエピソードなどなどコメント欄にてお待ちしております。また天山ひろよしのいい人エピソードについてはめちゃくちゃたくさんあったので、天然エピソードとともに別動画にまとめております。ということで次回の動画でまたお会いしましょう。